青森県出身の秋元、そして藤原の2センターバック、そのキャプテンの藤原、J1 浦和内定、大きなボール、しかも精度が高い、打ちたいですと、夏川、キーパー、はじいたが、決まりました、決まりました、なんとなんと芸術的なゴールでしょうか、前半の28分、ピッチを広く使う、美しい得点で3得点目、これが高校生か。優勝候補の力、青森山田。いや、北澤さん、プロ的ですよ ね、 ね、このロングボールの精度、しかもこのダイレクトパスで入り方、当て方、見事ですよ。いや、パーフェクトですね。いや、完璧だと思いますよ。もう、このロングボールの精度、しかもこのダイレクトパスで入り方、当て方、見事ですよ。いや、パーフェクトですね。いや、完璧だと思いますよ。もうちょっとやりづらいでしょうね。